Hey guys! モンスタージョン DB! 始まりました、モンスタージョン DB! この動画を見るときは、グッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく、この動画も目指せ1000いいねでいきましょう。元気があれば何でもできる。元気があれば、ウルージになれる。そんなあなたはマジインガザラシ。なっはーということで、やっていきましょう。今回は914話についてお話ししていきたいなと思いますが、今回の914話からいろんなことが分かりましたね。そうなんですよ。真打ちがね、新たに出てきました。この真打ちについてね、この少しのね、登場だけでもいろいろと分かってきたかもしれない。ということで、今回ね、それをまとめていきたいなと思いますが、真打ちの名前がね、まず登場しました。この真打ちの名前が、ホールデム。ホールデムという名前と、そしてスピードというキャラでございますね。このホールデムとスピードでございますが、私ね、昨日の動画で軽く触れました。ホールデムとスピード。ホールデムは多分ね、何かこう画像を差し込んでなかったんですよ。スピードに関してはね、映画のスピードのね、画像を差し込んでいたんですけども、実はこれはね、全くもってね、何なんだろうな、このキャラクターは、なんて考えてたんですよ。で、検索をしてスピードで、なんか面白そうだな、これと思って差し込んだだけなんですけども、その検索した時にね、うわーってびっくりしたことがあるんですよ。まずホールデムを検索したわけでございますよ。ホールデムって打ち込んだ瞬間にトランプ出てくるんだよね。えと思って、トランプ出てきて何これと思って見てみたら、ホールデムっていうのはトランプのカードとかではなくて、トランプを使ったゲームの一つなんだよね。うわっと思って、その瞬間連想きたよね。スピードって、えスピードってあのスピード、カードを使ったあのゲームのこと、うわーみたいになったよね。繋がっちゃったよね。点と点が今繋がる。マジ因果さらし。この状況わかりますか？ホールデムっていうこのトランプを使ったゲームとスピードでございますよ。ここでもまた出てくるトランプの流れでございますよ。これ多分ね、ドナルド・トランプが見たらめっちゃびっくりすると思うよ。本当にね、ここまでトランプを使うかっていう感じでございますけども、そうなんです。今まで私はね、海賊団っていうのは結構トランプにまつわるようなメンバーが入っているって話をしたんですよ。で、それについてちょっとおさらいをするとね、キングっていうのがね、僕の予想では現在オロチなんじゃないかなんて考えてるんですよ。だけど元々はオロチではなくて、元々はアバロピサロだったんじゃないかなんて思ってるんですよ。アバロピサロについてるあの角でございますけども、角とあとあの継ぎ目だよね。あの継ぎ目がまんまジャックと同じなんですよ。じゃあこいつら兄弟かって言ったら違います。はい、もう何でもかんでも兄弟にする私でございますけども、これは違います。そもそもジャックは今ね、多分もうこれ多分ね、1000話になってもね、もうこの先最終回を迎えてもね、誰もあいつを引き上げずにね、ずっと早く俺を引き上げろなんて言ってるんじゃないかと思いますが、あいつの歯を見てください。トゲトゲですよね。そしてアバロペソロに関してはトゲトゲじゃない。この時点でわかるのが、ジャックは魚人なんじゃねえかっていうところと、アバロペソロはまあただの人間なんじゃねえのっていう話ね。あの角が一体何なのか、カイドウの部下がやったら角生やしてるやついるから何かしら意味はあると思いますが、あの継ぎ目が同じだったっていうのが無関係とは僕は思えないんですよ。だからこそアバロピサロはもともとこのキングの座にいた。そしてまあ何らかの理由で捕まってしまった。だからこそアバロピサロには悪聖王っていう名前がついてるんですよ。悪い政治をやっていた王ってなると、やはりどこかの王様、どこかの王様ってどこなんだろうなとかってなってくると、この空いた枠を考えるのであれば和の国っていうのが連想されるんだよね。もともとはおでん様がいてオロチが入ってきたっていう流れなんだけども、もしかしたらその間にちょっと空間があってアバロペサロもいたんじゃねえかなんてことを考えてるんですよね。そしてアバロペサロが捕まったことによって、その枠を埋める形でこのオロチが入ってきたみたいな流れを考えてるんですよ。そしてクイーンに関してはアバロペサロと一緒に捕まったであろうウソップの母カタリーナ・デボンでございます。もうこれ勝手に母と言っておりますが、どうなんでしょうね。 100% 違うよね。まあせいぜい 99% にしようこう。俺は残りの 1% にかけるぜ、キランって感じでね。クイーンはまあここら辺でね、まあカタリーナデモンが来るのかなって考えるところもありけり、そして単純に今まで出てきたキャラクターが出てくるのではなくて、新しい新キャラが出てくるっていうのも考えてるんですよ。むしろ新キャラが出てきた方がまあっぽいのかなと思うんで、クイーンに関しては新キャラが出てくるんじゃないかなと思います。そしてジャック、もう沈みました。もう多分彼はね、引き上げられることはないんで、誰かしらがこの役職に就くと思います。
わいそうにね、ウルウジが入ってくるかもね。はい、そしてね、ハートの海賊団で出てきたこのローでございます。このハートっていうのもすごく気になるんだよね。ハートのローがいて、そしてジョーカーでございますよ。ローはカイドウの一味ではございません。別でございますが、ジョーカーはもはやそっち側に加担してるよね。僕が前に出した動画で、もしかしたらカイドウとジョーカーっていうのはただの取引先ではなくて、実はジョーカーはそこに入っていた。やはり新世界を渡るにはね、どこかに着くのか挑み続けるしかないんですよ。彼はカイドウに挑んでますかね？挑んでません。とりあえずは現在はカイドウの下について、彼が欲しがっているオペオペの実だったりとか、マリージョアに眠る国宝をゲットして、そこからカイドウをぶっ倒して1位になろうとしてるみたいなね、そんな流れはあると思いますが、現状ではやはり僕はカイドウの部下についていたんじゃねえかと思うんですよ。そしてこのトランプの流れを考えるのであれば、やはりジョーカーはカイドウのところについていたんじゃねえかって考えるんですよね。そしてもしかしたらローがね、いろいろとカイドウのことを知りすぎているんで、元真打ちとして意外とカイドウの部下だったっていうような流れもあるのかもしれないね。真打ちっていう風に決め打つ必要はないですけども、カイドウの部下としてローも一時期いた。だからこそジョーカーはローに手が出せなかった。さすがにローが支部会にもなってさ、自分と同じ役職まで来て殺せないなんてありえますかね。オペオペの身を欲しがっているジョーカーからしてみれば、それを殺すのは当たり前ですよね。やってないってことはやはり何か理由があった。その理由とは、カイドウの下にローもついていたからこそっていう風に僕は考えるんですよね。もちろんローに関してもカイドウを倒すために一時的に入っていたっていう風に僕は考えますが、もしかしたらそんな流れがあったんじゃないかななんて思います。そしてここでポイントとなってくるのが、今はトランプのね、この数字についてお話をしてきてるわけでございますよ。13、12、11っていうね、キング、クイーン、ジャック、そしてジョーカーが来て、ハートのローが来る。今回出てきたこのホールデム、そしてスピードっていうのはカードの数字ではなくて、そもそもそのカードを使ったゲームなんだよね。ということは、下手したらこの数字よりも強いんじゃないかなんてことも僕は考えております。だってカードの数字を使って遊ぶゲームだよ。数字よりゲームの方が強いっていうのもワンチャンあるかもしれないじゃないですか。もしくは逆ってのもありますけどね。通常であればジャックからがそういう強い幹部だっていう風になって、真打ちはその下イコールこのゲームっていうのも、まあまあ下につくんじゃねえかっていうのもワンチャンでございますけども、やはり僕はこの名前すごく引っかかるんですよ。数字ではなくてゲームっていうのがめちゃくちゃ気になります。そして一番意外だったのがこのホールデムでございますが、顔ちょっと出てきましたね。見た感じ思いっきりライオンでございましたよね。ガルルルルルルルガルチューみたいな、そんな感じだったじゃないですか。ということは、もしかしたらみんなが考えていたカイドウイコール百獣の王っていう流れが変わってくる。百獣の王といえばライオン、ライオンっていうのはもうカイドウなんじゃねえかってみんな考えてたかもしれないけど、ライオンがここで出てきた。ライオンに関してはミンク族であるペコムズだったりとかアブサロムがいますが、この二人がホールデムだってことはまずありえないじゃないですか。瀕死のペコムズがいきなりそっちに現れたら、もうみんなもびっくりだよね。そしてアブサロムでございますけどね、アブサロムがそんな急成長するのかなって言ったらさすがにないと思います。もちろん彼も強いですけども、カイドウの部下として、なんなら真打ちとして出てくるっていうのは早々にないんじゃないかなと思いますけどね。だって金賞金多分5億クラスだと思うよ。それがアブサロムだったりとかペコムズだっていうのは早々にないんじゃないかなと思います。なので完全にオリジナルキャラとしてライオンの悪魔の実を食った真打ちホールデムっていうのが出てくるような流れを考えてるんですよね。まさかだよね。百獣のカイドウ、百獣の王、ライオンっていう風にね、ライオンの実を食ってるのかと思ったら、まさかのここで出てきた。ということは一体カイドウは何の実を食っているのか。やはり過去にね、不老手術を受けている可能性っていうのが出てくる。そして本人が悪魔の実を食っているのか否か、気になるところでございますね。あとはスピードに関してでございますけども、ギフターズとして出てきたガゼルマンっていうのが200キロの速さで動けるんですよ。このことから考えると、その上に当たるこのスピードっていう真打ちに関しては、やはりね、速度に関するような能力を持ってるんじゃないかななんて思うんですよ。光でもなく雷でも
もなく、そうすると残っているのは音なんじゃないかなんて思うんですよね。音声万王画とはまた別だよね。完全に音に関するような能力を持ってるんじゃないかなんて僕は思うんですよね。そして音速で動ける、もしこのスピードっていうのが音速で動けるとしたら結構脅威だと思いますよ。音速から放たれるパンチっていうのは相当なもんだよね。こうやって俺がやると因果ざらしにしか見えないよね。もしかしたらウルージさんの因果ざらしも音の壁を越えるかもしれない。そして音といえばソニックブーム、これがもしかしたら見れるかもしれないよ。急なソニックブーム、そしてタイガーアパカっていうのがもしかしたら見れるかもしれない。この説信じるか信じないかはウルージ次第でございます。新たに出てきたこの真打ちでございますけども、どれぐらい強いのか、次でそれが判明するかもしれない。もしくはワンピースはね、僕らがこういう風に進むのかなと思ったら意外とワノ国からレベリーに話が戻るなんていうのもね、全然あり得るんじゃないかなと思うんでね、どう転ぼうが楽しみでしかないですけどもね、この真打ちの戦いっていうのはめちゃくちゃ早く見たいね。ということで今日はこの辺で締めていきましょう。ぜひとも最後に皆さん、グッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく。この動画も目指せ1000いいねでいきましょう。あと先日私ね、ワンデイ歌ってみた出しました。皆さんもう聞きましたか？まだ聞いてない人はぜひとも聞いてください。そしてグッドボタンとチャンネル登録ボタンをお忘れなくね、ぜひともみんなね、ワンデイ聞いてくれたらなと思います。そして私のツイッターフォローお忘れなくでございます。ツイッターのこれもがっつり絡みましょう。 OK、 それではまた次回お会いしましょう。 See you next time!